いっぱい遊んで指しゃぶり卒業。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ふわふわ。いとこの風花ちゃんと仲良く遊ぶのは1歳7ヶ月の広大くんです。今回パパとママからこんな質問をいただきました。子どもの指しゃぶりが歯並びに影響しないか心配です。何歳までにやめさせたらいいでしょうか。お答えするのは二月子ども歯科の二月正人院長です。3歳未満の場合、乳幼児期の発達の上で自然なことです。神経質にならず経過を見て大丈夫です。しかし1日中頻繁に指しゃぶりをしている、指だこができているなどで心配な場合は小児歯科や小児科で相談されると良いでしょう。4歳頃を過ぎても習慣的に続けていると歯並びや噛み合わせに影響が出ることもあります。出っ歯になったり噛み合わせがずれてくると上の前歯をぶつけやすい、口呼吸や舌足らずな発音になる、食べ方の問題などが起こりやすくなります。やめさせるためのいい方法はありますか。無理やりやめさせようとすると逆効果になることもあるんですよ。子どもが自分から指しゃぶりをやめたいと思わせることが大切です。また外遊びや運動でエネルギーを発散させる、手を使った遊びを増やす、夜寝つくまで手をつないで添い寝をするというのも効果的です。4歳頃までに指しゃぶりをやめれば歯並びや噛み合わせが自然に治ることも期待できます。永久歯が生え始める頃になってもやめられなかったり、歯並びが乱れている場合は専門的な対応が必要になります。気になる場合はかかりつけの小児歯科や矯正歯科に相談されてください。先生ありがとうございました。いっぱい遊んでこうちゃん、指しゃぶりをやめよう。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。